せっかくみんなが落ち着くとこに落ち着いて、これで心配の種がなくなったと思っていたのに。お食事の準備ができました。どうぞ。いただきましょう。梢ちゃん、あなたどうするの？帰るわ。あら、そう。早くみんなに知らせて喜ばせなきゃ。こういう時って昔はお赤飯炊いたんでしょ？そうらしいわね。